山浦義樹は、日本の弁護士、元最高裁判所判事。筑波大学大学院教授、中央大学大学院客員教授、日本民事訴訟法学会理事等を歴任。極日大受賞受賞。長野県の関村で生まれる。実家は、父が出稼ぎ労働者、母が助行で、困窮しており、自身も、鉄くず拾いや、人形作りの内職に従事し、 中学卒業後信用金庫への就職を考えていたが、教諭の勧めで、奨学金を得て、長野県上田高等学校に進学。内気で、被写交的な性格を直すため高校では、新聞班班長や生徒会長を務めた。妻は、無意村会長を志し、神戸市から戦後間もなく、長野に赴任してきた医師の子で、高校の同期生。1969年に、 一橋大学法学部を卒業。大学時代は、アルバイトのため勉学ができず、かや負荷が並ぶ、成績表の U の数は、わずか7個だった。法律学のあり方に疑問を感じ、卒業論文は、法律学会議論。大学卒業後、三菱銀行に入校するが、肌が合わず、妻と相談し1年で退社。退社後はあてもなく過ごしていたが、 一ヶ月ほど経ちゼミナール指導教官の市原、小三郎教授に、大学院進学の希望を伝えるも、学部の成績が不良だったため断られ、司法書士事務所事務員に応募するが採用されず、薬剤師だった妻の扶養家族となる。その後法学の勉強を開始、退社後一年で、旧司法試験に合格し、1972年、司法修習生。 1974年に弁護士登録し、以降は東京弁護士会に所属。安倍三郎弁護士の事務所での勤務を経て、千代田区神田で山浦法律事務所を開業。2008年より筑波大学法科大学院教授を務めた。最高裁判事就任前は山浦法律事務所所長を務める傍ら、中央大学大学院法務研究科客員、教授として、 放送倫理の科目を担当。2012年3月1日、山浦法律事務所を廃業し、野田内閣により、同年2月27日に定年退官した宮川工二の公認として、最高裁判所判事に任命される。2016年7月3日、定年退官。公認は、木澤克之。2017年11月3日付の秋の序勲で、朝日大受賞を受賞。 ありがとうございます。